皆さんこんにちは。今回は AMD AM5 がついに登場、 AM4 により優れている4つの理由という話題のご案内です。 AMD が AM5 ソケット仕様をリリースしたので、 AM4 でどのように改善されるかを見てみましょう。 AMD は2016年9月に AM4 ソケットを発売しました。それ以来 AMD は全プラスから全3まで多数のマイクロアーキテクチャのバックボーンとしてそれを使用してきました。しかし Ryzen 7000シリーズのデスクトップ CPU に新しい全4マイクロアーキテクチャを搭載することで、 AMD は AM5 ソケットを発売し、ついに AM4 時代に終止符を打ちます。では AM5 の新機能と AM4 により優れている点は何ですか。1、230W のソケット電力供給。全世代の AM4 ソケットは 142W の TDP に制限されており、全3ベースのプロセッサは 105W の TDP に制限されています。しかし新しい AM5 ソケットにより、 AMD はピーク容量を 230W に増やし、最新の Ryzen 7000 プロセッサの最大 TDP を170W にしました。この増加した電力供給により、 AMD はより大きなワット数を必要とするより強力なプロセッサを開発できます。したがって将来より強力な CPU が製造されたとしても、 AM5 ソケットはその要件を処理できます。 2. DDR5 および PCIe5.0 のサポート。DDR4 をサポートするインテルの LGA1700 ソケットとは異なり、 AMD の AM5 ソケットはそれをドロップします。つまり Ryzen 7000 プロセッサおよびその他の後継 AMD プロセッサは DDR5 RAM のみをサポートします。これにより AM5 ソケット上のシステムが可能な限り高速に動作することが保証されますが、DDR5 は DDR4 よりも高価であるため、構築コストも高くなります。例えばコルセアルベンジャンス RGB プロ 32GB DDR4 の 3600 ラムモジュールの価格は Amazon で 15,300円です。一方コルセアルベンジャンス 32GB DDR5 の 4800 ラムモジュールの価格は 28,000円です。さらにDDR4 RAM は DDR5 スロットと物理的に互換性がないため、 PC をアップグレードする場合は新しい DDR5 RAM モジュールを入手する必要があります。 AM5 ソケットも PCIe5.0 を使用し、以前の PCIe4.0 規格の転送速度を2倍にします。これにより市場に出回っている最新の高速ソリッドステートドライブを使用できます。PCIe5.0 を使用すると、ファイルをより高速に転送し、マイクロソフトのダイレクトストレージなどの新しいテクノロジーを利用できます。何よりも、すべての PCIe 世代に介護完成があります。そのため、SSD と GPU が PCIe4.0 のみの場合でも、新しい AM4 ソケットマザーボードと Ryzen 7000 プロセッサで使用できます。3. AM4 クーラーとの介護完成。 AMD の Together We Advance PCS プレゼンテーションで、同社は AM5 ソケットが AM4 クーラーと互換性があることを発表しました。これによりユーザーは Ryzen 7000 プロセッサにアップグレードするときに、現在の AM4 ソケット CPU から冷却ソリューションを再利用できます。 AMD はRyzen 9 7950X は 12900K よりも 47% エネルギー効率が高いと主張しているため、 Ryzen 5000の冷却ソリューションは同じレベルのプロセッサにアップグレードする場合、つまり Ryzen を 5600X から Ryzen を 7600X へ、それでも新しいチップで熱スロットリングが検出された場合は冷却ソリューションをアップグレードして、そのパフォーマンスを最大限に活用できるようにする必要があります。 4. 新しいマザーボードのチップセット。新しい AM5 ソケットと Ryzen 7000シリーズプロセッサを考えると、 AMD
か、それらの新しいマザーボードチップセットをリリースすることが期待されます。そのため、AMD は2つの新しいチップセットを発表しました。2022年9月に Ryzen 7000と同時に発売される最上位の X670 と、1ヶ月後の2022年10月に発売されるメインストリームの B650 です。AMD は X670 と B650 のエクストリームバージョンも作成し、PCIe5.0 機能を拡張して、ストレージとグラフィックスの両方を含める予定です。次世代及び将来の世代の Ryzen プロセッサ用の新しいソケット。AMD が2016年に AM4 ソケットをリリースしたとき、2020年にプロセッサと互換性があるとユーザーに約束しました。確かに、2022年に互換性が保証されてから、2年後にソケットを交換しました。AMD は、プレゼンテーションで、少なくとも2025年まで AM5 プラットフォームをサポートすることを約束していると述べました。つまり、ユーザーは、マザーボードを完全に交換することなく、3年以内にシステムをアップグレードできると期待できます。したがって、AM5 ソケットが、その前身と同じくらい長持ちする場合、3nm およびさらに小さなプロセスノードプロセッサを介して新しいコンピューターのビルドをサポートすることが期待できます。モーから一言。モーの立場上、よくインテルと AMD ではどちらがいいですかという質問が多いのですが、この質問の答えはありません。車に例えれば、同じ車種の新車を買ったとしてもすぐに故障する場合もあります。反面、全くトラブルがなく長年快適に走ってくれる車もあります。このように PC のパーツでも同じことが言えます。いろいろな要因、 PC 環境、相性の問題が複雑に噛み合って出る結論です。あとは車と一緒で、個人個人の好みと乗った実感で無意識に判断していると思います。ちなみに、モーは1年前に初めて AMD に変えてみました。感想は、インテルと比較して音が静かという印象です。立場上、かなりハードに使っていますが、性能も今のところ問題はありません。だからといって、モーは PC のパーツについての評価はどれがいいか悪いかという答えは、最初の通り答えはありません。安易に答える方が無責任と考えています。ある意味、PC 選びは半分運試しのようなものかもしれませんね。脳からの一言でした。今回は AMD AM5 がついに登場 AM4 より優れている4つの理由という話題のご案内でした。皆さん、お疲れ様でした。ご意見、ご感想等がありましたら、お気軽にコメントをお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。モーチャンネルでは、インターネットやパソコンの情報を配信しています。もし、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。